ハリネズミ科は、哺乳更新無毛鳥目に含まれるとが、アジア、アフリカ、ヨーロッパ最小種は、チビオジム村で、東道町 10cm、体重 40g。最大種は、ジムヌラで、東道町26から 46cm、おなが16.5から 30cm、体重0.5から 2kg。ム。糞は長く、前方に突出する。目や耳は大型。 歯の数は36から44本で、第一門子が最も発達する。聴覚や嗅覚は発達する。四つ指ハリネズミ、アルジェリアハリネズミ、ヒトイロハリネズミ、以前の食中目インセクティベラでは、ハリネズミカタチア目エリナッチアモウァに分類されていた。後に、食中目を分割し、原生化では本家のみでハリネズミカタチ目、エリナッチアモウァを構成する説も提唱されていた。 2018年時点の分類体系では、ハリネズミカタチメとトガリネズミカタチメソリカモウァは、シンムモウチョウメにまとめられている。以下の原生種の分類、英名は、ハラー、和名は、カワタラに従う。森林や砂漠など、様々な環境に生息する。夜行性、群れは形成せず、単独で生活する。植生は雑食で、主にミミズ類を食べるが、 甲虫類、ハサミ虫類などの無脊椎動物も食べる。カエル類、鳥類の卵やヒナ、ネズミなどの月種類、動物の死骸、果実などを食べることもある。甲殻類、小型軟体動物、巨類も食べる種もいる。森林伐採や農地開発、焼き綿による生息地の破壊などにより生息数が減少している種もいる。ハリネズミ類など一般家庭で、 ペットとして飼育されている種もいる。ありがとうございます。